み出せ。今の声優さんってもうなんかアイドルみたいな人たちがいっぱいいてうそういうのに憧れたんじゃないですかアイドルみたいなキラキラしてるかみたいな、うん、もう見た目もすごい綺麗じゃないですか男性も女性もだとしたらもう自分もそうなんないとめちゃくちゃイケメンがバッと入ってきて低音ボイスでバーンって響かせたらーそのボーンって。 出てたと思うんですけど見た目はちょっとあの言わないでおきますけど <laughs> <laughs> あのイケメンっていうような感じでは多分ない感じなんでだとしたら綺麗にしてくるとかと今襟出てるしだからんかちゃんとなんかギュッとしてないしみたいなそういうところから人を引きつけるようなことしないと声優って詳しくないですけど、うん、見た目も今大事だと思うんでちょっとと難しいと思い思ますよありがとうございます。 まあ投資のリターンのとこでなんかねゲームアプリを開発しみたいなのあるんで IT の方での夢もあるんですかそうですね,ですね今専門学校通ってるんでそっちでも行きたいなでも夢は声優の方とかいった旦声優じゃないとしたら、はい、IT の方で何かありますか<で>こういうことしたいみたいな「あ原神」っていうゲームあるじゃないですか今一番流行ってるでそのそうなんで聞いたことあります「原神」「やったことないんですけど」「あのいい、ね、ゲーム会社にあそうですねへえ 元を取るのがすごい早かったみたいなで勢いがあってホヨバースっていう会社なんですけどその会社とか入ったりしてゲームアプリを開発して自分がやりたいと思ったり多くの人に楽しんでもらえるようなゲームアプリを自分で設計して開発して世に出したいっていうのはありますね。声声優優ににになりたたいいとと思っ自自分分ががるる普通ののの人に比べて声優としてし資質があかかどうかの判断は自分ではで できててないってことだよね例えばさ、はい、歌手になる人たちって間違いなくちっちゃな頃から「のど自慢」出たりとか曲のせばカラオケに行った時に周りの友達に「めっちゃうまい!」とかって言われて褒めたたえられ,られた人たちがひょっとしたら私って僕って一人うまいのかもしんないっていうステップの中で目指すっていう話があるじゃん。君 声優になるための何かを誰かに提示して褒められたことあるの？あ、ないですね。じゃ、ないですね。ないですね。そういう中で、<laughs> 要は何の君にとってはプラス材料がない中で、単にここに出てきて声優になりたいですって言って、大の大人が納得すると思った。あ,あ、そこまでちゃんと考えてなかった。え、ちょっと待てよ。こどこまでやった考えてきたんですか？いや。 一応自分のプレゼンしてこれから頑張るっていう養成所だから今の段階でそうなんだ悪いけどなちょっと突っ込んで悪いけどな、はい、君が今18歳でここに座ってて、はい、今からプロ野球選手目指しますお金くださいって言ってんと同じちゃうのああ違うプロ野球について何にもやってこなくてで18歳になってでも僕は遅くないと思います今から一生懸命 トレーニングして野球うまくなりますから僕の夢はプロ野球選手なんでそのためにかかるお金を出してくださいって言ってるのと声優になるのと何の違いがあるんだろうそうですね志願者の甘さを指摘する虎の面々追い込まれる志願者ここから形勢逆転なるか議論は激しさを増す 向いいてないよってしっかりと言ってくれる大人はどれだけいた、えー、いなかったというかちゃんと声優になりたいってそもそもありあ<ー>ちゃんと話して自分の中で夢だったからちゃんと否定してくれる人とかそもそもまあんまちゃんと話してなあ僕は夢を否定するつもりは全くないんだけど声優についいいて何の専門家じゃななかもしれないだけど向いてないって違う道進んだ方がいいって僕は一個人と言いたいの。 で僕ははっきり言う。それ聞いてどう思う？諦めた方がいいって今ちょっと思ったんですけど、でもうんあ諦めたくないみたいな。じゃあさ、<れ>せっかくだからみんなに聞いて聞いてみるよ。今の時点で声優に彼がいや向いてるか向いてないかじゃなくて、坂田さんが言ったように絶対そんなのやめた方がいいって思ってるかどうかで聞いてみましょう。いかがですか、中原さん？そうですね。まあやめた方がいいのかな。 と思うんですけどなんかこうリターン計画が3つ書かれてるんですけど声優になななれるっってていうのを強く思ってないんじゃないかななって感じるんんですよなんか2つがもう声優関係ないリターン計画になっちゃってるんでなんか自分が本当になれるって思ってるならここはその声優になってっていう1つだけでいいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、その自分が声優になれるっていうのはまあ 強く信じてないんじゃないかなっていうのはちょっと気になってますね。全員聞いてきます。水木さんどうですか。うん。金持ちの堕落だったらやっていいと思うんですけど、人のお金でやることではないんじゃないかなっていうふうに今は感じてます。吉村さん、はい。はい。まあなしですね。というかまあ今の感じだと多分他の夢でも頑張りきれなさそうな気がしてるんで、うん。まあ結論でいうとなしです。改めて坂田さん。あもちろんあの僕は止めます。で今の時代って SNS いくらでででも発信できるんですよ個人の思いをそして自分の実力もそれ試してなさそうできっと「いいね」つかなかったり多分むしろなんか悪口言われたりっていうところはやっぱできる場所があるしそれ別に小学生だとやってるわけで声優の真似事やったり歌を歌ったりその表現をしてそれでも多分なれないのが声優って職業だと思う。 だから今、それをやってなくてここに来ているという時点だと多分、相当難しいからでも、ここからまた別の路線で行ったら絶対何者かになれるって僕は信じているので政治じゃないっていうのは何の責任もないですけど僕ははは個人的にはっきり言いたいいいたと思います、はいはい、木下さん親でない第三者から、ね、はっきり言われた方が自分も現実を直視できるんじゃないかと思うんですよ。 あの僕はもう絶対向いてないと思うし将来もなれないと思います。もうすごい厳しく言っちゃうけど、だけどですよ。だけど世の中には下手馬っていうのがね、こう取り立たされる時代もあるんですよ。だからじゃあ100%かって言われたらそうじゃないんだけど、現状人生をなんか無駄にしちゃうような気がして、もうやめた方がいいと思います。はい。今5人がね、なんだかんだ言葉は違うけれども、やめた方がいいと言いました。6人目として僕も言うけども、絶対。 そんなことを目指さない方が僕はいいと思ってます。さあこの六人の意見を聞いて今の気持ちを言ってください。いやちゃんと率直に言ってくれたのはありがたいですね。なんか親に言われたらやっぱり反発心というかいや慣れるでしょうじゃないけどちょっと思っちゃって子供なのになですで,でもやっぱりじゃがいも太さん。まあ、お茶<あ>です、ね。言ってくれたみたいに <laughs> あの。 やっぱ親じゃない、第三者の大人が言ってくれたから、なんか本当にありがたいという現実におびたじゃないですけど、本当に向いてないから、あそうなんだって、きっぱり受け止められたのかな思いま,すまあそれだけ伝えて終わる場でもないんで、個人的にはもうちょっと詰めてきてきほしかったですけどね大学受験コンサルティング、ポラリスアカデミア代表、吉村信博。 受験生向けに学習戦略課題解決を提案する受験コンサルティングあまたの生徒たちを逆転合格へと導くこの男が目指すのは日本一の教育サービス新しい未来を指し示すポラリスが受験生たちの後悔の道しるべとなる まあそれだけ伝えて終わる場でもないんで、個人的にはもうちょい詰めてきてほしかったですけどね、こっち側もそのボランティアでやってるわけでもないですし、一応リターンっていうのがあるわけじゃないですか。で、今までの収録見てたら分かると思うんですけど、まあ、今こんなに苦労してて、今までこれだけ頑張ってきてて、ただ夢をか、夢を追いかけるにはお金足りないんですみたいな人に、こっちも必死になって話してるんで、今なんか、全然気持ち乗らないし。相当やばいっすか、僕の目から見てて。だって、 曲がりなりにも四十何人志願者出てきてるんですよで少しは彼もその動画を見てきてるはずなんですよね見てるよね見てます何人ぐらい見た結構十二。じゃあその見た動画をね、見た中でやり取りをしたものが自分なりにどう映ってるんだろうと思うんだよねこれで今までの志願者と同じように 虎と蝶々橋対等にねそのディスカッションというか言葉のキャッチボールができてるとは到底僕は横にいて思えないんだけども君はやれてると思ってんのそうですねやれてるって思ってましたやれてると思ってるんだで吉村さん今ちょっと怒ったじゃないですか、はい、でも多分ねと響いてない,ないんだよ <laughs> 響いてないからな 何も響いいてないね多分このコミュニケーション能力で、はい、いろんな場所に行くとなかなかかまずいなと思ってう世の中にはめちゃくちゃコミュニケーション能力が高くないとやっていけない仕事もあればそうじゃない仕事もあるじゃないですか。うん、ありますあります。うん。だそうじゃない仕事がなきゃこれ地獄に突き落としてるようなものなんでけどでもあるんだからぜひ言ってあげてほしいんですよね。うん、コミュニケーション能力が今の状態でああっても仕事はあるから そそっち行っちた方がいいいですすよね絶対そう思いますでしかも結構その IT っていうところを選んでるのがそう,そう思います意外にその自分が今まで生活してきた中で急に IT っていうタオトドイワスイカだとかもそうなんですけど10年前までは普通に現金だった、ね、でも今電子化が当たり前でスーパー行ってもやっぱり今なんかそうですけど自分でピってやったりしてそれもモニターがあって。 全部現金だとかそういうのを発達していった中で直感的になんだろう IT がすごい勢いあるのかなみたいな思ってその業界に飛び込みたいなって思ってそしたら自分も今一番自分の中で勢いがあるじゃないそんな目に乗れたらすごいいいかなって思ったしあのもちろん声優っていうのは現実的じゃないって自分で分かってないか夢じゃないですけどだからそういった中でもしもできなかったらやっぱり。 自分が活躍できる他の保険じゃないですけど、はい、IT でで活躍できたらすごいい嬉しいな坂田さんがおっしゃってるようにコミュニケーションがちょっとあれとは思うんですけど、うん、そういう人たちだからできるわけじゃないですけど自分一人でこうグーッとこれだって突き進んでったり d h d の方ってこれだと思ったら突き進むと思うんですけど、まあ、今声優っていうのはちょっと置いといて頂い,いてもっとそういう IT の方で。 突き進んでいくと、なんか世の中変えられるぐらいのことをしてくれるような気はするんですよ。そっちに切り替えてもらえればいかがですかそっちの第二のスイカみたいなの作っちゃうとか。やっぱ I T で活躍できるんだったらやっぱそっちの方がいいかなって思います。やっぱり I T の方は自分にはいいのかなって今この時間で話。プログラミングとか勉強しないの？あ、してます。じゃあプログラミングって、はい、まあひろゆきさんの動画見たんですけど。 すごく需要もあるしね。別にコミュニケーションなくてもできる仕事でお金も割とまあ給料もいいと。そういうのは関心ないんですか。めちゃくちゃありますね。え、あそうなの。<laughs> いや<う>、はい、いや<う>今ちょうど専門学会もあまでで、うんうん、あ面白いなって思って関心はあります、ね。今は通信制の高校を卒業して何もやってないんだっけ？専門学校行ってるんだっけ今。そうですね。専門学校行って。今年からですよね。はい。それは 年間授業料いくらかかってんの100万いかないかああ親が出してくださってる、はい、そっちに行ったはいいよ100万っったんだし <laughs> うそう思うな本当にそう思うというかそのめっちゃ思うんですけど劉文会代表中原遼太郎 99%が医療職に就つく中学習塾業界へ9大学部足の手腕で合格者を輩出ブログ読者は30万人超え己を突き通す1%の男受験生の可能性を最大限まで引き上げるというかそのめっちゃ思うんですけどなんかその見通し甘くないかなっていうのが結構思ってて、まあ、アニメどうこうじゃなくてそのこの2個目のですね オリジナルのゲームアプリを開発っていうのが理想を交えた現実的なリターン計画になってるんですけどこれって何か,かなって思うんですよなんか結構その高校生とか塾生とかできた時になんか医学部行きたいけど今1時間しか勉強してませんみたいな人って結構いてなんかそれ結構十分と思ってる人がいるんですよね。でなんかそういう時ってこう僕らが直すじゃないですかそれじゃ足りないですよっていうのを。 けど、なんか、そういう,こう考え方みたいなところを変えていかないと。そのどこの分野に行くにしても、なんか難しいんじゃないかな、っていうふうに思ってるんですけど、厳しい意見が飛び交う。タイガーファンディング。緊張感が拭えない戦い。虎たちの愛ある言葉は、志願者の心をどう動かす？物語は終盤戦へ。ふざけんな、お前。 だろ、まあ、主版タイヤーファ交通もあるよ詳しくは概要欄から。